女子鉄マホロがご案内、としあきの鉄道旅。皆さんこんにちは、としあきの旅ナビゲーターの女子鉄 VTuber マホロです。今回から女子鉄マホロの鉄道旅に代わって中の人としあきの鉄道旅がスタートします。ナビゲーターは女子鉄マホロが務めますのでよろしくお願いします。今日は2023年7月22日岡山地区を走る227系うららデビューの日、宇野港線の備前台駅に来ています。この日は忙しくて乗れそうにないから駅での撮影だけにしようかと思ったのですが、宇野駅で折り返すと10分ちょっとで戻ってこれるということが分かったので一駅だけお試し乗車することにしました。わずか数分の乗車ですが楽しんでいきたいと思います。構内踏切が鳴り間もなく列車が到着。ピンクが眩しい。うらら、新時代を予感させます。特急型車両のようなポーンという音とドア閉め予告放送もありました。モーター車なのに静かな発車。車掌乗務列車では自動放送を使っていないようです。軽快な走りをしばらくお楽しみください。聞こえないのは鉄道ファンとしては物足りなさを感じますが、静かなのは普通のお客さんからしたらいいことですね。前面を見ていた方が移動されたので一番前に行ってみます。前面展望も問題なく撮影できそうです。ただ実際に撮影するときは車内が映り込まないベストな位置を探す必要がありそう。何度か試行錯誤しながら撮影してみます。という間に終点の宇野駅に到着。座席の座り心地などはゆっくり乗車した時に味わいたいと思います。また車内の様子は227系うららお披露目会の時に撮影したので改めて動画にしたいと思っています。
ちなみにショート動画はすでに公開中です。折り返しの列車まで4分しかないので急いで改札口へ。駅舎を撮影したらまたすぐに改札口へ。今乗ってきた227系うららはこのまま宇野駅の留置線で翌朝まで留置されるので回送表示になっていました。ゆっくり外観を見る暇もなく隣に停車中の115系の普通列車に乗車。227系うららと比べると停車している時からうるさいですね。やはり227系うららは新時代を感じさせます。お待たせいたしました。まもなく19時13分に発車をいたします。宇野港線立岡山駅発車をいたします。備前対八浜、常山、花川の順に終点岡山まで各駅に停まります。まもなくの発車となります。座にご注意ください。115系が宇野駅を発車。227系うららを見送ります。227系に乗った直後に115系に乗るといろいろきしむ音が気になります。227系に比べると走行音も大きいですが、鉄道ファンとしてはこの音がいいんですよね。115系の走行音も今後聞けなくなってくると思うので、しばらく皆さんもお楽しみください。備前台駅に到着。出場した後に発車を見送ります。
今回は1駅だけの乗車でしたが、227系うららと115系の乗り比べもできてよかったです。227系うららは静かで快適だけど、115系も捨てがたいですね。ちなみに宇野港線、茶屋町駅から宇野駅間は7月23日からかなりの本数が227系うららに変更となっているようです。まだ213系や115系で運転の列車も残っていますが、227系うららに気軽に乗車したい場合、宇野港線に乗りに来ると良さそうです。227系うららについてはまたゆっくりと乗車したいと思います。皆さんもぜひ227系うららに乗りに来てくださいね。ご案内はナビゲーターの女子鉄 VTuber まほろ、撮影は中の人としあきでした。みんな動画を見たらコメント書こう、チャンネル登録よろしくね。本日ご予定は